どうも小走りです。今日はですね、ここからファインというドラッグストアがあるんですけど、私そのここからファインっていうのが大好きでよく行くんですけど、今回そこで気になった商品を2つ購入してきました。ここからファインの購入品を紹介したいと思います。そのここからファインっていうのが結構そんなメジャーなドラッグストアではないかもしれないんですけど、すごい商品が見やすくって、コスメとかもすごい揃ってるので行ってみてください。まず一つ目の商品がこちらのビオレから出てる化粧下地 UV 皮脂テカリ防止っていう商品なんですけど、これ皮脂テカリ防止タイプなんですけど、全部で3個あって、一つ目がこの皮脂テカリ防止で、2つ目がくすみ修正で、3つ目がシミ毛穴カバーっていう3つのタイプがあるんですけど、で最近本当にとにかく鼻周りがテカるんですよ。それがすごい気になってたので、この皮脂テカリ防止を購入してみました。で次2つ目、こちらのコフレドールピュアリースステイルージュEX07 番です。オレンジ系のカラーなんですけど、限定色でなんか黄身オレンジらしいです。でなんでコフレドール気になったかっていうと、メイキーのメイク方法で結構載せてるんですけど、私コフレドールのプレミアムステイルージュが大好きなんですよ。発色がすごい続いて、時間経つほどすごい可愛い色になるので大好きなんですけど、コフレドールの他の商品を使ったことが全然なかったので気になって購入してみました。ビオレ UV からちょっと開封してみたいと思います。こういうパッケージになってるんですけど、オイルコントロールベース、これが SPF50+ の PA+4 です。だから本当になんか顔用の日焼け止めみたいです。出してみます。こういう感じの色です。普通に化粧下地と同じ感じの明るめのベージュっぽいです。広げてみます。はい、ワントーン明るくなったかなっていう気がします。手に塗った感じサラサラです。匂いは日焼け止めっぽい香りがするんですけど、しっとりしてる感じになりました。でも本当にカバー力がないので、化粧下地からカバー力を気にする人はちょっと微妙なんですけど、厚塗り感は特になさそうだなと思いました。この上から化粧下地とファンデーションを塗ってみます。で化粧下地が何も見えないんですけど、インテグレートのミネラルベースの BB の方を塗ります。ケイトパウダリースキンメイカーをのせていきます。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。重ねてみたんですけど、全然特に厚塗り感もなくつけれるんじゃないかなと思いました。でこれまた他の動画で紹介したいので、今回顔に塗らずに手だけに塗らせていただきます。はい、次にこのコフレドールピュアリーステイルージュの EX07 番を開封してみます。このパッケージが本当に可愛くて、こういう感じの高級感があって淡い色なんですよ。すごいこのジュエリーが大人っぽいけど可愛らしいパッケージだなと思って、そこにも惹かれて買ってみました。でこれがこんな感じの綺麗なオレンジで、中にゴールドのラメが入ってます。はい、口紅を落としてきました。じゃあ早速塗っていきます。はい、塗れました。すごい可愛い色です。オレンジなんですけど、こんなオレンジしてなくて、黄身オレンジって書いてあったんですけど、黄色っぽいというかちょっとベージュが入ってる、黄色か、ちょっとベージュが入ってる感じの大人っぽいオレンジのカラーでした。すんごい細かいゴールドラメが入ってて、ラメラメもしてないんですよ。私結構ラメが強いリップが苦手なんですけど、一応こうやって動かした時に自然にツヤ感が出る感じのラメ感です。コフレドールって結構大人の方向けっていうイメージがあったんですけど、全然年代問わずつけれるカラーって感じです。じゃあすごい簡単な動画になってしまったんですけど、今度その何だっけ、今2本しか購入品動画出してないんですけど、その購入品動画の中で今でも使ってたりするものとか、使って本当に良かったものを改めて紹介したいなと思うので、購入品動画を増やしたいと思います。よかったら今後も見てください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。